街の中歩いてんの。Aloha. ここに見えるのがダイヤモンドヘッドですね。ダイヤモンドヘッドです。
トニオープン最終戦見に行かれた方結構いらっしゃると思うんですけれども、結果は皆さんご存知でしょうか。丸山選手が7位タイと、日本人選手が予選ラウンドで、結構敗退してしまったんですけれども、一人で、奮闘していただきまして、盛り上がったことと思います。バスの上昇中並びに成田への降下中、風の変化で揺れが予想されています。